はい、こんばんは。こんばんは。しつこいぐらい男臭いという、はい、もう連続で撮るから。確かに、間から来てね、はい、でもこれ配信はね、あの2日ぐらい間隔が空くけど、撮影はもう30秒も空いてません。はい、ということで詰まってますね。はい、どんどんいきますけど、今回ブリヂストンのいよいよドライバーです、はい、これも2種類あるんですか、小杉。そうですね、フェアウェイと一緒で B1、B2、直進性が高い B1、まあ、ここでまあドローフェードとウェイト変えれる B1 か、うん、こっちが B2、B2、まあ、捕まる方、捕まる、それもウェイト変えられない。 B2 は変えれないです。変えれないんだ。変えれない、もう捕まり重視っていう、捕まえてくださいっていう1本1本ですね。ただ、まあ、前の JGR よりも黒ベースになってかっこいいんですよ。なるほど、まあ、パッと見難しそうなんですけど、うん、かっこいい。これはじゃあ宮里優作プロなんかもどちらか使ってるんでしょうね、きっと。そうですね、はい。そういえばこの前 あったけど使ってたな、なんか使ってたのかな。いい球でしたね。満振りして満飛びしてたけどね。多分どっちかのヘッド使ってたんですよ、多分皆さん。後で聞いておきます。お願いします。シャフトは、シャフトなんですかこれ。シャフトも結構純正ですけど、うん、まあ 50g 台の、まあ、ディアマナ、まあ、フォーブリヂストンなのか、うんうんうん、ツアー AD、ああフォーブリヂストンなのか。あ、メーカーすら違う。そうですね。で、B1 の方がツアー AD の方、まあ、ちょっと重くて多分シャフトもちょっと硬いんじゃないかな。なるほど。で B2 の方がディアマナ、ディアマナで、まあ、ちょっと動くんじゃないかなっていう、ね、なるほど。このセッティングでアマチュアの人が打ったらどうなるか試していきたいと思います、はい、で今回は僕もちょっと打っていきたいと思います、ドライバーは。じゃあお願いします。はい、お願いします。捕まらない人が捕まるドライバーで捕まる。捕まってるね。本当に捕まらない。スライスではないけどな。いや、スライスじゃないの。でかいし。でかいっすね。でかいっすね。いや、逆に安心した。スライスでください。もう一気いいっすか。全力だったらちょっと嘘くさい。でもこれ捕まるね。3分の2じゃないですか、ね、3分の2以上ですね。これは捕まるっす。もうこの時点で打たなくてもいいから、じゃあ次捕まる代表の、はい、捕まる代表高山社長。ザ・フッカーですから。フッカーザ・フッカーですから。80受賞80、はい、緊張担当で。そうですね、振ってきますね。もう顔が捕まりそうですもん。顔がもうかぶってるんですよ、これちょっと。かぶってる、これちょっとかぶってみますね。顔が捕まってる。喋りながらバックスでしたけど。捕まんねえ。緊張担当の緊張担当。なんかこう入ってますもん、もうすでに。僕は逆にフェーダーはですからね、だから捕まるだとストレートなのかな。さっき画面から消えたね。捕まった。高すぎて捕まってます。おお、けどまっすぐ、うん、ね、まっすぐ、うん、肺少しだろう、うんうんうん、まあ捕まるね。捕まりますね。チャンネル史上初のボールが消えた。すげえ。今ログですよね。ログですね。ログです。あ、ちょっと待ってじゃん。捕まるじゃんこれ。これ？これはまっすぐですね。まっすぐですね。なんかいい球出ちゃった。これもいい球出ちゃった。けど確かにさっきよりは被ってない感じがします。あ、けどさっきよりなんかさっきちょっと
時グイでしたもんね。ちょっとだけ収まった気がするけど、やっぱり僕はこっちの方がいいですね、完全に。なんか振っていける。本当だ。あ、本当だ。あれ？あれ僕フッカーなんですけど、フッカーだけど、いい、まっすぐ、右まっすぐですよね。え、これけどまっすぐですよね。まっすぐです。これやっぱこっちの方がいいですね。はい、そう、その状態で言おうと思った。どっちがいいかな。下げちゃった。うん、ですね。これは直進性あるっす。さっきはボーンとか。あ、確かに。なるほど。ほら、これ捕まんないの。なるほど。なるほど。待って、もう一回。ちょっと違うかもしれない。じゃあちょっと並びましょうみたいな、はい、ということで、なんかなんとなくそれっぽい結果になりましたね。こっちは捕まるね。こっちは捕まります。間違いない。顔が、これは間違いなく顔がもう僕もこれ決めてますから。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 調子出てきたね。終わりかけに調子が出てきたね。まあフェーダーの僕も多少捕まった。で、捕まる人は当然捕まった。で、めちゃくちゃスライサーの人が捕まった。これは間違いなく捕まるドライバー。当たった感触は前作ダカーン見てるね。ツアービー、はい、去年のダオバングランプリでグランプリに輝いたツアービー。そうですね。あれは良かったね。あれと比べるとちょっと重みがない気がした。今回の新作要は優しくなった気がする。 B2 はこっちですね。こっちも僕のシーンはどっちかというと少しもっとズドーンっていう。あ、そうですね。イメージあるけど、今回もう少し上がりやすさとかを少し向上させたのかな。で、捕まる。で、今回も優しさは前回のツアーデュエルも上げてきてるんだけど、直進性はね、あるね。直進性は、ただ、まあ、前もここあったじゃないですか、ポジション。あったっけ？あったんですけど、ここのノーマルポジション同士だったら前のモデルの方が直進性があって、こっちの方がやや捕まり感があるのかなと思います。 B1 の方、まあ、元の方が。そうだね。この B2 と比べると直進性はあるんだけど、前作と比べると直進性はあるんだけど上がりやすさも出てきてるから、なんか前作の方が球は強い、まあ、強い。難しいとか難しい、そう、難しい代わりに強いって感じします。だからどっちかというと今回のモデルは少し優しめ、ちょっと優しいイメージ、まあ、あとはもうここで調整なのかなと思います。そういうことですね。で調整してくれって感じだと思います。だと思いますね、はい。だからまあそれなりの結果が出たのかなと思うので、はい、今ドライバー何使ってるんですか。今はタイトリストの T3 ですね。あ、いいね。いや、いいですよ。あ、いい、はい。これはちょうど捕まらなくて僕は好きなんですよ。じゃあライバル B1 が、まあ、これでしょうね。これですね。これじゃあ明日ドルパーカーってもらって、クラッシュの選択予想落ちるから。いやいや、なんで言ったんですか。今まで予選は落ちたことないです。今まで全て通過してるとかです、一応。いや、じゃあ予選落ちたら、はい、緊張たっぷりやった。いや、それしましょう。わかりました。それ頑張ります。はい、予選落ちたら緊張たっぷりやったから、皆さん願ってください。ダメさん、ダメさんは落ちちゃったらなんですかね。16位以下の3位にしましょう。17位だったらいい。そうですね、1個ですね。30位だったら15位。そういうことですね。あ、ちょっとそれは大丈夫。多分6位ぐらいでいけるような気がします。そうですね、はい。じゃあとりあえず、そんなところで終わりにしていきましょうか。はい、チャンネル登録とグッドボタン、それから次のチャンネルのチャンネルと、これからオーダースーツ作りたい方はチャンネルサイズ感、サイズ感、サイズ感、また下動画出てもらえると思うんでね、下からもできてきたらまた、はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあ
Thank you.